はい、こんにちは。今日はですね、網走市にあります、この、網走側から、動画を回しております。はい、右手に見えるのが、帽子岩という、岩になります。はい、今日はですね、天気がとても良くてですね、空は快晴なんですけれども、ちょっとね、風が強い状況ですね。はい、今私半袖なんですけど、海から吹いてくる風が結構冷たくてですね、潮風というんでしょうか、匂いも海の匂いがすごく漂ってます。はい、風が強いせいかですね、風が強くて波が高い、波の高さがね関係あるのかは分かんないんですけど、波も割と高めで音がザー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 聞こえてます。はい、はい、カモメかな、カモメも目の前でたくさん飛んでるのが見えるんですけど、仲間ですね。はい、カモメたちがたくさんおります。はい、あちらに見えるのが広いのなんですけど、二つ岩ですね、帽子岩の向こう側というところですけども、二つが見えます。このようにですね、のどかな時間が過ぎているわけです。こちらにね、白い波が立っているんですけど、ちょっと岸の方ですね、若干白くもやーってかかってるんですが、これが海のしぶきなのかはちょっとわからないんですけど、白く。最高で気分転換になるような景色になりました。はい、こちらからは以上です。はい、ここはですね、流氷街道増浦と書いてますが、増浦漁港が、目の前にあります。はい、こちらですね、こちらもですね、結構景色のいい場所になっておりまして、今日は天気が良くてですね、とても気持ちいい、風が若干強いんですけど吹いてます。はい、結構ね、海の方から吹いてきて、
にですね、あの山が見えてます。ちょっと雲がかかっているので見えないんですけど、こちら知床の山々ということで、ずっと連なってます。なんか今日曇ってるのでちょっとうっすらなんですけど、そんなような状況ですね。ちょっと残念な感じですね。もうちょっとね、あの曇ってなければはっきりくっきり見えるんですけど、今日はこれくらいということですね。花、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけど、ハマナスですね。ハマナスの花が綺麗に咲いております。まあ、これちょうど咲き、これつぼみですね、でつぼみがあって、この左側、この画面中央あたりには、花という感じですね。はい、まあハマナスのね、花も結構咲いてきていて見頃ですね。はい、このようにね、まあ、ピンク色ですね。綺麗な花を咲かせます。このね、景色とまた合ってるんですよね。ほんと綺麗です。今もね、結構、まあ、いい景色のスポットということで、いろんな方も来られるので、もしよければ、見てみてください。はい、あ、磯のね、いい匂いがします。これ嫌いな方もいるんですけど、私はこの匂いが大好きです。はい、それでは失礼いたします。